けもうちょっとこっち。なんか全然ここが中心になるように、ここが中心になるように。あ、今行ってダメだったよ。ちょっと応援して、応援して、みんな応援して、はい、ということで今回は選手たちの紅白戦の様子をお届けいたします。はい、最初のピッチャーはサウスポー、これが落ちたのかな、うん、ヒットですね。はい、そして一塁ランナー一気に三塁まで。はい、そしてねちょっとここ抜けていますが、はい、お次のピッチャーもサウスポーです。これフラフラと上がった打球がおー、センター個数ヒットとなる。はい、ナイスバッティングヒットです。いいですね。はい、お次のバッター、これ打って、はい、ファースト落ち着いて勝利しています。セカンドを見る余裕もあります。ナイスプレイ。はい、そしてこれも上がった打球がこれちょっと落ちてしまいます。これでね、ランナーまた出塁となります。ただこれ三振。でもね、いいスイングでしたね。ナイススイングです。はい、ツーアウト。おー、いいスイング。思いっきりバット振っております。ナイススイング。はい、そしてお次のボール。これもバット振っていく。はい、そして。はい、フルスイング。三振となるもね、ナイススイングでした。そして、ナイスピッチャー。はい、お次の回移ります。これ、はい、インコースナイスボールで三振となります。そしてお次のバッター、これがおー、うまく合わせてヒットに、嫌なところ落としてきますね。ナイスバッティングです。さあ、お次のバッター、おー、いいスイング。そして三盗バッターはね、三振に倒れましたが、三盗で、はい、チャンスです。先制のチャンス。はい、ただここ、はい、いいですね。力強くバットを振っております。ピッチャーはアウトコースにナイスボールです。ただこれが外れてフォアボール。よく見ましたね。うん。ピッチャーも惜しかったですね。はい、思いっきりバット振っていく。三振となります。ピンチを、はい、三振で切り抜けております。ここでピッチャー交代。はい、三振、ナイスボール。ヒットした球投げますね。いい球投げます。はい、そしてここも三振、2者連続三振。はい、そして三者連続三振、ナイスピッチです。バットもね、思いっきりバット振ってていいですね。はい、そしてこれがサードの打球、うん、バウンド変わっちゃったか、うん、惜しかったですね。ちゃんと正面入ってたんですけどね、ちょっとバウンドが変わってましたね。はい、ランナー出塁となります。はい、お次のバッター、これ上がった打球追ってか、おっと大丈夫か、ボール頭に当たっちゃってますが大丈夫ですかね。大丈夫かな、うん、まあ走ってるんで大丈夫です。まあ必死にボール追ってらいいですね、証拠ですね。はい、ここちょっと力んじゃったかな、フォアボールとなります。さあ、満塁、先制のチャンスです。さあ、1本出すことができるのか、また緊張してるのかな、でも笑顔ですね、いいですね。この打球ドンと、はい、これが抜けていく。そして外野も抜けていきます。まず1人、はい、入ってきました。はい、そしていいですね、タイムリーヒット、ナイスバッティングです。いいですね。そしてね、打たれてやっぱ悔しいですよね。気持ちが出てる証拠です。本当にね、野球に向き合っている証拠。はい、ただこれがちょっとね、デッドボール当たってしまいます。
まあ、この日寒かったんでね、ちょっと当たっちゃうと確かにまあ痛いは痛いですよね。でもナイスガッツ、いいですね。さあこれでさらにランナー出ましたが、はい、三振、ナイスボール。そしてお次のバッターも三振、2者連続三振。さあ頑張れ負けるな、頑張れ。はい、これ悔しさをぶつけての三者連続三振、ナイスピッチ。いいですね、気合入ってますね。はい、そして次のイニングでピッチャーゴロ。おお、よくファースト伸びましたね、ナイスキャッチです。いいですね。はい、これ、うん、これもピッチャーゴロ。本当にね、選手のみんなもね、声が出ててね、いいですね。おー、いいボール、インコースビタビタのナイスボールです。ただちょっとすいません、両方やりすぎました、申し訳ないです。はい、そして時間的に最終回となります。ピッチャー変えました。おー、ナイスボール、非常にボール投げ込んできます。そしてバッターボックスには三上さんが入ります。はい、これ、うん、初球しっかりと見ていく。ピッチャーめちゃくちゃいいボール投げますね、ナイスボール。そしてこれ、うん、さすが、はい、綺麗に弾き返してセンター前へ、ナイスバッティングです。めちゃくちゃ笑顔ですね、ナイスバッティング。まあ本当にね、いいバッティングでしたね。さあ最終回ですよ、ランナー食べていけるか。大ごっきりですね、振ってきますね、フルスイング。そしてこれ、ランナースタートしてエンドランが決まる。難しいボールでしたけどね、ナイスバッティング。いやーすごいですね、エンドラン決まりましたね。そしてここ送球がそれている間にボールデッドで、はい、ランナー二塁へ。さあお次、これもしっかりと振り切ってタイムリーとなります。ナイスバッティング。 いいですね。はい、そしてこれがフラフラっと上がった打球が、これも落ちる。ファーストはこれセーフ、ナイスバッティング。さあね、ここで逆転することはできるのか。バッターボックスには翔平が入ります。もはやね、小学生相手だったらチートじゃないかと。そしてね、みんな気をつけてね、こっち来るかもしれないから。ラストバッターとなります。さあね、どんなボールを投げ込んできてくれるのか。そして翔平的にはサヨナラのチャンス、ここでね、打っていいところを見せつけることはできるのか。さあ注目の初球、ここでランナーがスタート。おお、はい、これがストライク。もうね、集中してもらいましょう。さあノーアウトランナー三塁となります。頑張れ。そこに構える、お次のボール、内に入ってきたボールを捉えるが、これはファール。いや鋭い打球ですね。 いいのか、こんなに振ってしまってと。はい、ちょっと大人げないんじゃないかと僕は思いますが、そんな会話をしていたような気もします。さあここで、はい、お次のボール頑張れ、そこに外しておりますが、内に入ってきて、これが体勢を崩されてポツンと当てて、キュル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 、センター前へ。そして一人帰ってきて同点、さらにもう一人帰ってきてさよなら。ナイスピッチ。あのキュルキュルだけはなかなかないですからね。はい、さあここで、はい、試合終了となるので先生集まります。ナイスピッチ。いやいや、すごい先っぽだった。キュル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 ってやつ。はい、じゃあ4対3でこっちに帰って、はい、終わります。イエイ、おいしょおいしょ。はい、非常にね、健康者ナイスゲームでした。今日は
ありがとうございました。ありがとうございました。キャプテン、キャプテン。今日はありがとうございました。皆さんのおかげでいつもより野球を楽しむことができました。ありがとうございました。じゃあちょっと半日っていう短い時間だったけど、みんなすっごい上手だったし、みんなと一緒に野球ができてすごい楽しかったです。で、みんなそれぞれね、チームあると思うけど、純粋に野球が楽しいっていう気持ちを忘れずに、これからも頑張ってください。みんなの活躍を応援してます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん今日は、半日ありがとうございました。皆さん本当に上手で、試合もすごい緊迫したあの試合だったし、守備練習も対決もみんなで楽しく、明るくできたので良かったなと思います。まだ、我々来る機会があると思うんですけど、その時はまた仲良くしてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。1月3日に前原スポーツっていう千葉県の船橋にあるスポーツ用品店があるんだけど、そこで私と翔平さんがちょっと、良平さんも3人でちょっとイベントっていう形でその日1日いるから、イベントないよ。前原スポーツの初売りセールで、皆さん野球道具多分もちろん買ってくださると思うので、その時にはね、定価で買うよりかやっぱそういう時に来た方がいいと思うし、僕らもいるのでよかったら来ていただければ。今年の1月3日はもうとてもたくさんの方が来て、お店うわーってこう埋まったりして、それ僕もじゃんけんほとんど負けたんですけどほとんど負けたんですけど、本当に楽しい日になったし、千葉でこう出会えたので、またお会いしたいなと思いますので、よかったら1月3日、来てください。よろしくお願いします。ちょっとやれありがとうございました。ありがとうございました。最後にマイク貸してね。2024年1月3日、翔平 TV 前原スポーツさんの毎年恒例となってますが、来店イベントを行っていきたいと思います。普段よりお安くなっているのと、私とじゃんけんをして勝つとさらに割引といった、そういうイベントだったり、それでは1月3日、お会いできることを楽しみにしております。それではありがとうございました。